はい、どうもこんにちは、フィギュアです。キート一貫です。今回ご紹介するフィギュアはこちらです。ウィングさんから予約開始となりました。ボンバーガールより自称 IQ100 億の天才アイドルパインでございます。はい、今回はですね、フィギュアメーカーのウィングさんからボンバーガールのアクア、セピアに続きましてパインも予約開始となりましたので、これからじっくりとご紹介させていただきます。こちらスケールは6分の1となっておりまして、大きいです。いろいろと大きいです。ちなみに全高が頭の上の猫はね含まずパインだけで約240ミリとなっております。そして販売価格が税込みの 24,200 円となっております。で、ボンバーガールとはアミューズメントゲームなのですが、対戦協力型のアクションゲームで、登場キャラクターが全員ボンバーガールと呼ばれる少女のキャラクターで、負けたキャラクターの服がなんと破れると、そういう非常に楽しいゲームらしいです。で、今回のこのパインは水着姿なのですが、これはねイベントでの衣装らしくて、公式のサイトではこのようにね説明されています。 IQ100 億の天才アイドルパインが登場。天才ビキニを着て堂々とした笑顔で天才の凄さを分からせます。ボディを差し替えることでさらに天才的に挑発したポーズに、ホットパンツはキャストオフ可能、ホットパンツはキャストオフ可能。さらに白猫のパーツを頭の上に乗せて、お家でもボンバーガールの着せ替え機能を楽しむことができます。ということで、ゲームの中でのあんなことやこんなことが実際にお家でもできちゃうと。で、今回これからご紹介するフィギュアはデコマス、デコレーションマスターと言いまして、これは工場の見本となるフィギュアです。工場ではこれを元に私たちが手にする製品版を製造するわけでございます。で、今回のこのデコマスの原型を制作されたのがレズリー06さん、彩色を秋元はじめさんが担当されています。ではフィギュアの方をじっくりと見ていきましょう。まず頭の上には白い猫が乗っています。これは今回のフィギュアのためのオリジナルでしょうかね。気になって調べたんですが、この猫が乗ってるイラストが一つも見当たらなかったんですよ。ちなみにこの猫はこのように取り外すことができます。そしてその猫を外すとパインの黄色い髪の毛ですね。これはブロンドでしょうか。パインは黄色がパーソナルカラーになっているようです。で、ご覧の通りスケールが6分の1と大きいので、髪の毛も立体感のある細かい造形に仕上がってます。特にこの後ろ髪、ここの奥深い造形、動きのある仕上がりになっているところがいい感じです。そして明るいブルーでカラーが入ってますね。これが一つのアクセントになっているのと、あとこの髪飾り、この黄色のこれはもしかしたら爆弾ですかね。ボンバーガールだけに面白いですね。そしてお顔なのですが、なんともね可愛く、かつちょっとね挑発的な表情にも見えますね。で、周りの髪の毛のかかり具合が抜群なんですよ。より小顔に見えるのも可愛いところです。で、ほんのりねチークが入っていて、この瞳もね特徴的なデザインになってます。さらに口には八重歯が入っていて、この子は猫キャラらしいので、猫のね牙のようなものでしょうか。そしてお待たせいたしました、ダイナマイトバディ。いや、これはねダイナマイトというかボンバーですよね。やはりこのビキニ姿になったことで、ボンバーなお体がさらにボンバーになっております。ここもやはりですね、スケールが6分の1なのでさらに大きく見えるんですよ。何か別のものが爆発しそうですよね。で、そんなビキニをパインが思いっきり引っ張っていると、この引っ張り方、この持ち方がねまたこう挑発的なんですよね。これですね、横から見ると紐がね埋もれちゃってますから。そして肌面積が多いことで、この肉の質感もじっくりと味わえるようになっております。これぞフィギュアの醍醐味。ここはね元気師さんの腕の見せ所ですよね。背中の方もご覧の通りで、肩甲骨やビキニの紐の造形などが堪能できるようになっております。青い紐がね鮮やかに見えますよね。そしてホットパンツを履いているのですが、このホットパンツもですね小さいけれどしっかりた造形なんですが、ポイントはこのホットパンツ自体ではなくて、そこからはみ出ているお尻とかビキニ、そこら辺がねなんとも可愛らしくてねいいんですよ。ご覧ください、きちんとねビキニに合わせたシワの造形も入ってます。そしてなんとこのホットパンツもね取り外すことができます。それがこの状態です。
当然ね、上のビキニとお揃いですが、やはり面積も小さいと。ただこのパイン結構小尻なのでお尻は可愛いです。この小さなビキニがなんか似合ってますよね。そしてそのお尻から尻尾が出てます。でその尻尾がね、足を回って、で何かエフェクトのようなものにつながってます。これは何か爆発のエフェクトでしょうか。クリアパーツでできていて、外の方が青くなるようなグラデーションがかかってますね。でその尻尾の途中にも黄色い大きなリボンがついてます。これも一つのアクセントになっているのですが、ここもねしっかりとこうシャドウを入れてより立体感を出してます。そして綺麗な足ですね。でもちょっとね可愛くも見えますよね。膝とか膝裏の造形なんかもしっかりされていて、で足にはサンダルを履いています。なんかまあサンダルというかスリッパみたいな感じですね。うん、なんか可愛いデザインです。そして台座ですが、これはねシリーズ統一のデザインで、外の塗装がメタリック で中はクリアパーツになってます。これも綺麗な台座ですね。で一通りご紹介してきたのですが、なんとこのフィギュア上半身が差し替えできるんです。そしてその差し替えたもう一つのパインがこちらです。お胸から上のパーツを交換、髪の毛はね共通のパーツを使用しています。どうですか。さらに挑発的なポーズということで、両手を大きく広げてこの大きな胸に飛び込んでこいと、そういうことですかね。そういうことですよね。でこれね、後ろから見てもすごいんですよ。わかりますか。ここ横からこんなに見えちゃってるんですよ。後ろからも挑発的ですよね。でお顔も結構変わってます。大きく口が開いて、口の中の舌とか歯がよく見えるようになりました。このベロがね、確かに挑発的ですよね。いやーいいですね。このフィギュアいいですね。やっぱりね、6分の1スケールあるとボリューミーでいいですよ。特にこういうお胸の大きなフィギュアは。でですね、こんな素敵で可愛い挑発的なフィギュアなのですが、すでに受注を開始しております。今回も予約ができるのがグッドスマイルオンラインショップ、Amazon、そしてアミアミさんの3店舗のみとなっております。グッスマオンラインでの受注期間が2022年の1月19日の21時までとなっておりますので、確実にゲットしたい方は必ずこの受注期間内にご予約くださいませ。前回のセピアもねすでに予約が締め切っております。ですので必ず受注期間内にご予約くださいませ。フィギュアは予約して買うのが鉄則です。予約先のリンクは下の説明欄に記載しておきますね。で予約をされますと、予定では2022年の9月に発送される予定です。ぜひですね、パインをお手元に取ってお部屋に飾ったり、あとはボディを差し替えたりしてお楽しみいただければと思います。本当にね可愛くていいフィギュアですよ。ではでは、フィギュア大好きといっかんでした。